今日はトミカビスケットだよ。トミカのビスケットなんだけど、箱の裏のところに手作りのミニカーが作れるセットがついてるんだよね。後で作っていってみようね。でまずは開けて中を見ていってみよう。こんな袋に入っていたよ。こんな感じでミニカーがいろいろと書かれている GTR に、これは何だろう、いろんな車が書かれていたよ。じゃあ中にはどんなビスケットが入ってるのかな。開けていってみようね。よいしょ。あ、開いた開いた。よいしょ。こんな感じだよ。ビスケットに絵が描かれているね。これはでっかいブルドーザーかな？これはバイクだね。そして、よいしょ。いろんな、これはスポーツカーだね。そして、バイク。これは、救急車かな？働く車も書いてあるよ。こんな感じ。さっきの、あ、これはパトカーかな？ちょっとパトランプがありそうだね。そして、あ、救急車とか、ブルドーザー。働く車もいっぱい書いてあるね。これバスだし、あ、これ白バイっぽいね。すごいね、これね。救急車。また救急車があったよ。そして、あ、救急車結構いっぱいあるね、これね。よいしょ。こんなにたくさん入っているんだよ。消防車に。あ、これはちょっとちっちゃい車だね。それから、あ、これ、同じのが入ってた。そして、こんな感じ。それじゃあこの裏側のミニカーを作っていこうかな。よいしょ。こうやって取っていくんだね、部品を。よいしょ。点線が入っていて切りやすいようになっているんだよね。でも慎重に線に合わせて切っていってみよう。よいしょ。この辺が結構複雑になってるな。よいしょ。こんな感じかな。ここがちょっと取りにくかったんだけど、あ、取れたかな。ここも取らないとだね。この1セットだけなのかな。あ、これでできるみたいだよ。合わせていくだけ。ちょっとやってみようね。これはアンビュランス。救急車だね。これをこうやって折り曲げていって、そしてこの星3マーク同士をこうやって合わせていくと、形にどんどんとなっていくよ。これを内側にこうやってやって、箱みたいな感じでここに入れていくんだね。よいしょ。よいしょ。入るかな？もうちょっと。よし。これで先頭の方ができたから、同じように後ろの方もやっていくよ。よいしょ。これで手作りの救急車が完成したよ。こんな感じで、ここのところがちょっと浮いているから、普通にこんな感じで走らせて遊ばせることもできるんだよ。